今日は収穫祭だ。ふふふ、一体どれくらい回収できるかな、楽しみだな。さあみんなー、おっはよう。あれ？牛さんが上に行っちゃった。行っちゃったね。いやいや、追いやったのはあなただけどね。あはは。でも動物さんははしご登らないはずだし。うん、登らないはずなんだけどね。なんか二頭目乗っちゃったね。まあ落ち着いて、私は川を回収したいだけなんだから。そういえば、川で思い出したんだけど。うん、ラマさんも川をドロップするらしいよ。え、それ本当ですか？何興味持っちゃってるの？いや見すぎ、ラマさんのこと見すぎだから。まさか、ラマさんのことそういう目で見てるの？いやいや、さすがにそんなわけないじゃないですか。やだー。あ、そうなの？いややっぱり見てるよね。ラマさんは貴重だからな。効率も絶対悪いからね。さてと、ラマさんの冗談は置いといて。本当に冗談。牛さんに、川の回収をさせていただきましょう。ちょっと本気だったよね。いざ。あ、そういえばはしごの牛さんは？あの牛さんはいつの間にか消えてました。降りただけ。それじゃ早速作業に入るんですが、ここからは、企業秘密なのでお見せできません。ただその件フルーだけだよね。ああ、牛さん。いや音漏れ激しすぎでしょ。バッチリ光景が想像できる。せめて音だけでもお届けしようと。余計なお世話。というか、こんなことしてていいの？と、言うと？だってこの間アップできたんだよね。うむ、1.19 が最新になったみたいだな。ああ、もちろんこの後バージョンアップします。実はあんま乗り気じゃないけど。え、なんで？まあそれは後で説明させてください。これだけあればひとまず大丈夫かな。地下倉庫用の額縁にほとんど消えちゃいそうだけどね。多分大丈夫。じゃあ川も集め終わったことだし、そろそろバージョンアップしときます。うん、そうだね。それじゃサクッとやってこようかな。あれ本当に乗り気じゃなさそう。はい、1.19 になりました。で、なんで乗り気じゃなかったの？だって、楽しみにしてたアイテム、バンドルが追加されてないんですよ。あ、なぜか前に延期されちゃったアイテムだよね。うん、ちなみにウォーデンはしっかり追加されました。まあ、他にもアイテムは増えたし、カエルも追加されたみたいだぞ。カエルか。カエルって別に可愛くないよね。カエルファンに謝って、まあ気持ちはわかる。嘘でしょ？そんなことより、ウプ主どこに向かってるんだ？ハチさんのところです。やっぱりアプデボはバグで消えてないか、確認しないとですね。そっか、この前名前も付けたのに、消えちゃってたら悲しいもんね。この子は、ブンブン丸？あ、ハミ丸だ。どうやら消えてないみたいだな。いやーよかった。どうやら今回は大丈夫だったみたいです。まあ焚き火のせいだったかもしれないし。それじゃ早速、ここからはアプデ要素に触れていきましょう。遮った、自覚あるのか？あれはアプデの不具合です。それでは今回追加されたアイテムについてちょっとご紹介。お、ボートにチェストが乗ってる。これは見た通り、チェスト付きボートなんだぜ。作り方はとっても簡単。まず好きな木材でボートを作って、あとはボートとチェストを合わせるだけ。とっても簡単。でもさ、これ、どう見ても一人しか乗れないよね。その通り、なので動物さんを乗せることもできません。ちなみにチェストは通常通りアイテムを保管できるぞ。でも注意点がありまして、ボートを破壊すると、ボートがアイテム化しちゃうので中身が全部出ちゃいます。ああ、ちょっと残念。それでも回路輸送では役に立ちそうだけどな。そうですね。今回はこのボートを使って、カエルさんを探しに行こうと思います。いいねいいね。でもどうやって連れて帰るの？あ。普通のボートで行こうかな。この時間なんだったの？それでは気を取り直して、早速出発しよう。確かカエルは新バイオームのマングローブにいるんだよな。うん、連れ帰るのが楽しみだ。でもカエルさんの暮らすスペースないよね。それは問題ないかと。
水で生活できる生き物だからウパさんと一緒でいいよね。なるほど。無気力グループが増えてるけど大丈夫そう？緊張してるのかな？絶対違う。お、カエルさんいそう。いや、これ普通の沼地じゃ？いやいや、きっとこれがマングローブに違いない。バイオーム、スワンプ、湿地帯。ほら、普通の沼地じゃん。ま、マングローブどこ？30分後。結構遠くまで来たんだけどな、マングローブはまだですか？いや、待てよ。サンゴだー。お、これはたくさん。今さらサンゴで喜ぶの？だって初めて自分で見つけたんだもん。これはたくさん持って帰らないと。本来の目的忘れてないよね。カエルまだ見つけてないからね。大丈夫、この後ちゃんと探します。バックパック圧迫しそう。いっぱい取れた。やっぱり圧迫してる。いでよエンダーチェスト。確かマングローブは熱帯地域にあるはずなので、結構近くにありそうな予感。なんか右手に見えないか？え？マングローブだ。いや、まだわかんないけどね。え、マングローブじゃないの？まあ、新バイオームではあるだろうな。やっぱりマングローブか。そうは言ってない。なんかジャングルみたいだね。ジャングル行ったことないけどね。あ、うん。え、マングローブの木って原木取れないの？木なんだからそれはないだろ。あ、ほんとだ。これは何？触っても大丈夫なのかな？ジャングルでいう、カカオみたいなものなのかな？確かに種っぽい感じはするよな。ま、マングローブの芽。あ、なんだ、苗木みたいなものか。これはたくさん欲しい。マングローブの木って、すっごく特殊だね。これは植林場で育てるの大変そうだな。でも水の中でも育つみたいだよ。すごい木ですね。あ、カエルさんだ。マングローブのカエルは白いらしいぞ。え、なんか、すっごく可愛いね。この人さっき可愛くないって言ってたよね。すごい、めちゃくちゃ滑らかに動いてる。これは神アプで。絶対拠点まで連れて帰ろう。フラグかな？いや、バッチリ丁重に扱いますよ。カエルさんはスライムボールかリードで誘導できるみたいだね。おお、これは楽だ。ほらほらこっち、急いで急いで。丁重？にはほど遠いような。何言ってるの？船で楽々帰れるんだよ。むしろビップすぎるでしょ。よし、あともう一匹連れて帰りたい。え、あともう一匹？でもボートにはもう乗れないよ。カエルさんは水の中でも平気なんだよ。そしてリードで引っ張れる。どういうこと？おい、まさか拠点までリードのみで引きずり回すのか？引きずり回すだなんて、そんなひどいことしませんよ。そうか、すまん、私の考えすぎだったみたいだな。いや、引きずり回してるじゃん。これはお散歩です。さすがウプ主。どう見てもそうは見えない。丁重とは何だったのか？だってこれしか方法がないんだもん。ね、ボートは VIP でしょ？そうだね。ふう、やっと戻ってこれた。きっとカエルさんもお疲れだろうね。どうやらカエルさんの子供とウパさんは相性が良くないみたいなので、ひとまずここで待機してもらおうかな。え、じゃあ今からは何するんだ？今回は新要素探しで時間が取れなかったので、建築じゃなくてここの道の整備を先にしようと思います。トラップへの道だね。あまり地形は変えたくないんだけど、今回は少しだけ道を整えて、土ももう少しだけ増やします。ということで作業開始。
はい、それでは完成したのでお見せします。ここは予定通り、曲線がなくならない程度に月を増やして幹を作りました。やっぱり道があるとそれっぽく見えるね。そして奥には花壇と小さな桟橋を設置。ジャンプ力すっぽ。ここには階段がありますが、まだ何を建てるかは決まってません。もしアイデアなどありましたら、こっそり教えてくださいね。聞こえてるよ。あとこれは隠し要素なんですが、花壇の隅にチェストがあります。中にはなんと釣り竿やボートがあるので、気軽に釣りが楽しめます。いやー、桟橋で釣りなんて、ロマンですよね。あ、取れなかった。いや、釣り下手くそか。まあそういう日もあるよね。いやー、釣りは奥が深いですね。ということで、どういうこと？桟橋と道がいいなと思った方はグッドボタン、カエルさんが可愛いと思った方はチャンネル登録お願いします。次回は新しいブロック使って建築したいな。あとはレイも見たいよな。見たい見たい。それでは今回はこの辺で、また次回も見てもらえると嬉しいです。それじゃ、またねー。